ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は機動戦士ガンダムサンダーボルト版の、ジムですね。こちらの背中のパーツ、こちらに並んでいる背中のパーツの制作に入りたいと思います。で今こちらに並んでいるのは、サンダーボルト版の特徴ともいえる、背中の、ランドセルのパーツですね。でかなり大きなパーツになっています。ジムなので、フラマーガンダムのパーツよりは少しこう簡略化されて、小さなパーツになっているんですけれども、それでも通常の、パーツからしたらすごく大きいパーツになると思います。それでいつもの通り、墨入れからやっていきたいと思います。使うのはこちら、タミヤの墨入れ塗料の、ブラックとグレー、こちらを使って墨入れしたいと思います。墨入れが完了しましたので、こちらの艶消しスプレーをかけていきたいと思います。艶消しスプレーが乾きましたので、こちらのウェザリングマスターで着色したいと思います。ウェザリングマスターでの着色が完了しましたので、組み立てていきたいと思います。でまだ組み立ての途中なんですけれども、この状態でシールを貼る箇所が何箇所かありますので、貼っていきたいと思います。こちらのパーツ、シールを貼って上から艶消しスプレーをかけました。でシールを貼ったところはこういうこの黄色の部分とか、あとこの茶色の部分ですね、こちらの部分にシールを貼りました。あとこちらもシールを貼ってます。それでは組み立ての続きをやっていきたいと思います。ジムの背中のランドセルのパーツ完成しました。サンダーボルト版の特徴でもあるんですけども、背中のランドセルのパーツがすごく大きなパーツになります。であとこちらもサンダーボルト版の特徴なんですけれども、スラスタが、5機ですね、搭載されています。な感じですね。それでせっかくパーツが完成しましたので、前回までで作ったこの本体の部分ですね、こちらのパーツに合体させたいと思います。これも差し込むだけですね。
ジムの重量感が増してかっこよくなりましたね。後ろこんな感じです。後ろから見るとなんか宇宙服着た宇宙飛行士みたいなシルエットですね。で横こんな感じですね。やっぱりこの背中の部分存在感でかいですよね。で正面こうですね。すごくかっこよくなったと思います。で背中に大きめのパーツをくっつけてるんですけども、こんな感じでちゃんと自立してくれるのはいいですね。こうちゃんと安定してくれます。こんな感じで今回は、ジムの背中のパーツを、製作して、あと本体と合体させてみました。だいぶ完成に近づいてきたと思います。で次回はですね、ジムの装備品の製作に入りたいと思います。